こんにちは、粟田洋介です。今日はこの間買ったこのキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていこうと思います。人の素晴らしい作品を見たり、すごい絵の描き方をしている人を見て、それを自分と比べて自信を失ってしまったことってありませんか？今日はそんな話もしていきたいと思います。人と比べることは良くないって言うんですけど、まああんまり良くないかもしれないですけど、それより良くないのは自信を失ってしまうということです。誰かが優秀であるということは自分がダメだということではありません。誰かが優秀であるということと自分とは全く関係のないことなんです。すごい優秀な人を見たらすごいなって思えばいいと思います。だってすごいんですから。でもその人と比較して自分はダメだって思う必要ないんだと思います。アート作品っていうのは技術だけで作られたものではなく、技術を使って人の内側にあるものを表現したものだと思っています。その内面っていうのは人それぞれ持ってるものが違うんで、どっちが上とか下じゃなくて違うっていうだけのことなんで、優劣はつけられないと思っています。人は一人一人違くてみんな素晴らしいんです。でも作品の場合、好き嫌いっていうのがあって、ある人はこういう作品が好きで、ある人はこういう作品が好き。その作品自体がいいとか悪いじゃなくて、誰にとってその作品が好きかっていうことだけだと思っています。だから、人と比べて自信を失う必要なんか全然ないんだと思います。Yeah.技術面っていうのは上とか下っていうのはあると思うんですけど、人と比べるっていうのはどうかなと思います。技術が高い人がいたらすごいなと思えばいいと思うんですけど、その技術っていうのが実際自分に必要なものかどうかっていうことが問題だと思います。私は技術って道具だと思ってて、自分が表現したいことに必要のない技術っていうのは必要のないものだと思っています。また技術の優劣っていうのは作品の良し悪しの決め手になるとは限らなくて、技術が低いことによってより面白い作品になるっていうこともあると思います。だから比べて自信をなくすっていうのは全然意味があることだとは思えません。まあこれは私の場合ってだけなんですけど、自分の持っている技術と表現力でいかに今制作している作品を面白くできるか、その工夫に全力を尽くすということはよくやっています。でも技術を高めようっていう努力は今の私は全然していません。でもそういう感じでたくさん作品を作っていれば、技術っていうのは自然に上がっていくものだと思っています。
他人と比較するっていうのはあんまり意味がないことだと思いますが、自分と比較するっていうのも意味がある時とない時があると思います。例えば昨日の自分よりも今日の自分の方が成長していたら、それは喜べばいいんですけど、過去の自分ができたことが今の自分にできなくなっちゃったとしたら、ちょっと頑張ればできるようになるんならやればいいけど、無理なこともありますよね。そういう場合は過去の自分自身とも競う必要はなくて、今の自分にできることをやればいいんだと思います。今の自分にできることは過去の自分にできなかったことかもしれないし、できたことだったとしても今全力を尽くせばいいんだと思います。ましてや自信を失う必要なんて全くないと思います。私は人と比べることによって自信を失ってしまったり、または比べることによって人を見下して自分が成長するチャンスをなくしてしまったりするのは良くないと思うんですけど、比べることによって人から何か学ぶという意味では人と比べる意味はあるんじゃないかと思います。まああなたも私も素晴らしい、お互いに持ってない良いものを持ってて、またお互いにない欠点も持ち合わせているかもしれません。そしてその欠点っていうのがまた魅力的なのかもしれません。でも自分の持ってない良いところをその人から学び取り入れていくっていうのもいいんじゃないかと思います。でも学ばなくたっていいと思うし、まあ自分がどうしたいかっていうのがどうするかの答えなんじゃないかと思います。私は人の作品を見て、自分にはないもの、自分がやったことがない手法とか、そういうのを見た時に面白いなぁと思って、取り入れられるものは取り入れようと思ってやってみることがよくあります。でもそれは今の自分にできそうで、で取り入れたら面白そうだなぁと思うことだけをやっています。まあそれは比べるっていうのとちょっと違うのかもしれませんけどね。こんな作品が完成しました。これは比べるリベラというタイトルです。ここに天秤があるからリベラっていうだけで、天秤座の人とは何の関係もありません。丸のところをなんか違くしようと思ったんですけど、ここが顔になってしまいました。で、この格好、この体勢、うちの猫がよくこういう格好をしています。あとこの手なんですけど、この持つ手をやってみるとわかるんですけど、体の後ろでこういう風に手を回すっていうのはかなり無理がある格好なんですけど、まあこういう絵なのでこれもまた面白いかなと思って描きました。私自身、人の作品を見て自信を失ったことってあったかなってちょっと考えてみたら、もう何年も前の話なんですけど、その頃多くの方から私の作品はサイケデリックだって言われたので、サイケデリックっていうことをアピールしていこうかなと思った時期があります。今も一部の作品はそうしてるんですけど、その時サイケデリックアートって検索してみたら、なんかすごい濃くて、私の作品にはないパワーのある作品がいっぱい出てきて、でちょっとこのジャンルではって自信を失ったことがあります。でもサイケデリックって言ってもいろんなタイプがあって、もうすごい激しいやつから優しい感じのもあるし、だからいいんだって思えたんですけど、すごいのに圧倒されちゃうとちょっと自信を失ってしまうっていうのはわかります。ああいう激しい作品の方が好きな方もいれば、私みたいな、なんて言ったらいいんだろうそういう方がいいっていう人もいるかもしれないんで、自分にできる表現をすれば誰かのためになるんだなぁと自分で思います。そして何よりもそういう自分の自然に出てくる作品を作っていくっていうのが自分自身の幸せになるということも大事だと思っています。まあ人によっては人と比べたり競い合うことによって闘志を燃やして何かを成果を上げていくっていうタイプの人もいると思うんですけど、私を含めそうじゃない人っていうのは人と比べたりしない方が楽しく生きられるんじゃないかなと私は思います。私のチャンネルではアート作りの楽しさ、モチベーションやインスピレーションを皆様とシェアしたいなと思って動画を作っております。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またグッドボタンやコメントなどをいただけると嬉しいです。インスタグラムとか Twitter、Facebook などもやっておりますので、よかったらそちらもご利用ください。では最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。